どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、2023年もね、そろそろ終わりになるということで、年会費無料のクレジットカードで、ANA マイルが貯まるクレジットカードをおすすめまとめということで、動画で、ね、やっていきたいなぁと思います。ということで、今回ですね、年会費無料のね、クレジットカードに絞って、ANA マイルがね、貯まるクレジットカードをですね、おすすめね、紹介させていただきたいなと思いますので、これからね、ANA マイルね、貯めて、 飛行機ね、乗っていきたいよっていう方はですね、ぜひね、参考にしていただければなぁと思います。年会費無料、まあ条件達成していただければね、無料で維持できるクレジットカードをね、まとめて紹介させていただきますので、今からね、ANA マイルを貯めようって思ってる方で、ちょっとね、クレジットカードの年会費を払うのは嫌だっていう方はですね、ぜひね、こちらの動画参考にねしていただければなぁと、 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。まず一番最初は、三井住友カードナンバーレスですね。こちらは年会費無料でね、維持することができて、またね、いろんなね、特典が受けられるね、クレジットカードっていう風になっておりまして、 非常にね、人気のあるクレジットカードっていう風になります。年会費は無料で、貯まるポイントは V ポイント。で、基本の還元率は0.5%ということで、そんなにね、高くないんですよね。200円で1ポイント、えー、貯まる計算になります。で、ANA マイルの還元率は、V ポイントっていうのは T ポイントにね、統合交換できますんで、最大3.05%、100円決済で0.35マイルが貯まる 計算になります。で、国際ブランドはビザとマスターがね、えー、あるっていう風になっておりまして、このね、三井住友カードナンバーレスのおすすめポイントは、こちらね、ツイッターで一時ね、話題になったんですけども、このクレジットカードずっと使ってるとですね、ナンバーレスゴールドのね、インビデーションが来た方がね、いらっしゃるということで、まあこちらもね、狙っていくことができます。こちらゴールドカードになるとですね、今ね、普通にゴールドカードを発行した後とね、年会費初年度変わってきてしまうんですけども、 このね、インビテーションをもらえば無料で発行することができて、このゴールドになるとね、年間100万使うとね、プラス1%、まあ、1万ポイントのボーナスポイントがもらえるっていうふうになりますんで、100万円きっかり使うとね、1.5%還元になるんですよね、ゴールドカードになると。ですので、まあ、こういったのをね、狙うのもありです。で、またね、先日ハワイで利用させていただきました、ホノルルラウンジっていうね、ワイキーショッピングプラザだったと思いますけども、まあ、こちらにね、ホノルルラウンジっていうね、 え、提携のラウンジがあります。三井住友カードをね、発行しているクレジットカードであれば、何でもね、あの、一般カードでも入ることができるラウンジっていうふうになっておりますんで、これはね、非常にお勧めなので、ぜひね、利用してみてください。で、またね、SBI 証券のクレカ積み立て0.5%、これからね、SBI 証券のクレカ積み立てで、まあ、積み立て NISA とかですね、購入される予定のある方、これから始めたいよっていう方はですね、クレジットカードで等信託を購入してにもかかわるね、還元が取れるっていうふうになります、ね。 ででこちら、ね、非常ににのポイントっていう風になりますで一番のねやはりおすすめポイントっていうのはこのスマホタッチ決済ね7%還元まあカードでねタッチしてしまうと、まあ、5%還元になってしまうんですけれどもスマートフォンにねた入れて頂い,いてスマホでタッチしていただくとですね7%還元がこのね対象点で受けることができるっていった味になりますちょっとね対象点見づらいと思いますけどもコンビニやねファミリーマートの除ねほとんどのところが対象になっておりますしま アッとととかかかねねガストトセイゼリアドーールコーヒー好きだとか、ね、こういったところで7%還元が取れるっていうふうになりますんで、まあ、100円決済で7ポイントがね、取れるっていうふうになりますんで、こちらの対象点で利用したときはですね、ANA マイルの還元率は4.9%還元っていうふうになるんですよね。 このカードはですね、まあできればサブカードでね、持っといていただければな、なんていうふうに思うんですよね。というのも、やはりね、基本還元率は0.5%ということで、そんなに高くないですよね。で、ANA マイル還元率にしてしまうと70%効果になりますんで、まあさらに還元率は下がるんですけれども、この対象点の この4.9%還元、これがね、非常に強いっていう風になりますんで、サブカードでね、このカードを持っていただいて、この対象点だけはこちらで利用していただく。まあそういったのがね、非常におススめの使い方っていただきになります。もちろんね、この SBI 証券のクレカ積み立てもね、おすすめではあるんですけども、こことかもね、やはりメインカードでね、ガツガツ決済していくっていうのはね、ちょっとね、基本の還元率がね、もったいないので、この、 対象店舗とかね、ここら辺で利用していただくのがね、おすすめって言ったがちになります。それでは次におすすめカードは、エポスカードですね。こちらね、エポスの一般カードになるわけなんですけども、え年会費無料、貯まるポイントはエポスポイントっていう風になります。で、還元率が0.5%、ANA マイルにあるマイル還元率は0.25%。 国際ブランドはビザカードって言った形になります。で、このエポスのね、えー、非常におすすめのポイントは、三井住友カードの一般カードと一緒なんですけども、こちらもゴールドカードのインビテーションがあるんですよね。まあ私はね、本当にこちらインビもらったんですけども、 本当にね、3ヶ月で12万とかしか切らなかったのにゴールドカードでインビ来たんですよね。で、こちらもね、あのゴールドにすると年間ね、100万円使うと1%、1万ポイントがも,もらえるっていう風になりますんで、還元率は1.5%還元にゴールドカードだとなるんですよね。ですので、このカードでね、インビを狙うっていうのも だと思います、まあ、エポスゴールドカードに関してはですね、先ほどのナンバーレスゴールドもそうですけども、まあ、初年度ね、年会費払えばね、あの、発行することができるんですけども、まあ、年会費がね、なしで利用されたいっていう方は、こちらの利用がね、おすすめって言ったがちになります。で、エポスカードのね、おすすめのポイントは、ANA マイル、JAL マイル、両方ともに交換することが直でできるっていうふうになるんですよね。ですので、エポスポイントをそのまま ANA マイル、JAL マイルに交換することができるんですよね。まあ、0.25% セント還元ということで、還元率は低いんですけれども ANA、anajal のね。 マイレージ番号あればですね、エポスポイントからね、直で ANA マイル、JAL マイルに交換することができるっていうふうになりますんで、どっかを経由する必要とかもね、何にもなく直交換で利用することができるっていうふうになりますんで、ここがね、非常におススめポイントっていうふうになります。で、くれか積みたでもね、一応積み木証券でできるんですけれども、利用年月によってね、還元率変わるっていうふうになりますんで、ここはね、お好みになるかなっていうところですね。で、またですね、丸、まあ、いでね、年間4回10%オフキャンペーンが がね、ございますすののででいいいよよく買い物されまとう方はです、ね、このエポスカードを、ね、持ってた方がおすすすめっ,て言った味になりますまたね、このエ,コエポトクプラザ優待っていうのがね、結構強くて、これがね、このエポトクプラザご優待サイトっていうね、これサイトで調べることができるんですけども、まあこれで、ね、渋谷とか検索していただくと、まあ対象店舗がね、出てくるんですけども、これね、そんなに利用されてない方多いと思うんですけども、これエポスポイント20倍とかなんですよね。 めちゃくちゃいいですよね。ですので、まあ、こちらね、結構ね、あの、対象店舗多めに設定されておりますので、こちらぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。カラオケ館とかね、30%オフとかね、利用することができるっていうふうになりますので、ぜひこちらもね、合わせて利用してください。 それでは次にですね、楽天カードです。ちょっとで、ね、一部ね、あの、公共料金とかの決済がね、還元率低かったりするんですけども、年会費が無料で、貯まるポイントは楽天通常ポイントで、還元率が1%っていう風になりますんで、まあ、基本的にね、100円で1ポイントね、楽天ポイントは貯めれることができて、で、またですね、ANA マイル、ジャルマイルに、 50%でね、交換することができるっていう風になりますんで、このね、楽天カードね、通常の還元率1%なんですけども、a a マイル、JAL マイルの還元率にしても0.5%っていう風になりますんで、今まで紹介したね、エポスカードとかね、三井住友カードナンバーレスのね、還元率より、 0.5%ということで、かなり高くね、設定されているっていう風になるんですよね。で、またね、国際ブランドもビザマスター JCB, Amex ということで、いろんなね、国際ブランドから選ぶことができるっていう風になりますんで、 こちらもね、おすすめポイントです。というのも、このね、楽天カードっていうのはですね、ハワイに結構力を入れておりまして、まあ私の動画でね、えー、紹介させていただきましたけども、ハワイにね、ラウンジ2つあるんですよね。で、またね、JCB にすると、ハワイのね、トロリーバスとかも、このね、JCB カードの方の、優待で、このハワイのトロリーバスって無料で利用することができるんですよね。ですので、楽天カードね、今これ、ビザブランドですけども、JCB で楽天カード発行していただくと、 楽天のカードラウンジは無料で、利用できてでまたね、JCB にしていただくと、トロリーバスも無料に利用することができるんですよね。で、またね、ANA マイル、JAL マイルにもね、マイル交換することがね、楽天通常ポイントっていうのは50%でできますので、これもね、ANA、JAL のね、マイレージ番号を持っていればですね、こちら特にね、経由とかせずに直でね、楽天ポイントから ana マイル、ジャルマイルにね、交換していただければ50%でね、交換することができるっていうふうになりますんで、こちらね、非常におす,すめポイントですね。で、またね、楽天市場でね、利用される方は3%還元が取れたりですね。またね、通常1%還元なんですけども、楽天ペイ利用していただくとね、最大1.5%還元までね、上げることができるっていうふうになりますんで、 こちらもね、非常におすすめポイントっていう風になります。まあ、いろいろね、楽天自体がですね、解約続いておりますけれども、今もなおですね、年会費無料で、還元率が1%で、またね、ANA マイル、JAL マイルにね、50%で交換できるね、楽天カードね、やっぱり強いかなっていう風に思いますかね。それでは次ですね、セゾンパール、アメリカンエンキスプレスカードですね。こちら、年会費は初年度無料、前年利用があれば、えー、翌年もね、年会費が無料になる条件付きの oh え、クレジットカードっていう風になります。セゾンパールね、一時すごいね、えー、話題になって、最初はね、こちら3%還元だったんですよね。こちらの部分がクイックペイですね。ですけども、えー、この3%還元はね、終わってしまって、今はね、2%還元っていう風になります。で、このね、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードなんですけども、たまるポイントは永久不滅ポイント。基本還元率は0.5%で、クイックペイ利用して、クイックペイ利用できるところであれば、還元率は2%っていう風に、 なるんで、すよねでこのね、永久不滅ポイントっていうのも、ANA マイル、JAL マイルにね、交換することができるっていう風になります。で、こちらはですね、還元率がね、ちょっと高いですよね。非常におすすめポイントではあるんですけども、先ほどの楽天ポイントだったり、ボスポイントと違ってですね、この永久不滅ポイントから ANA マイルに交換するのはですね70、70%で交換することができるんですけども、ANA みずほマイレージクラブクレジットカードがないと70、70%で交換することができません。で、JAL マイル にに関ししてては d ポイントを経由ででね交換するることができるっていう風になりますんでまあ一応ね、D ポイントと JAL のね、マイレージ番号が必要。ANA マイルに関しては他のクレジットカードが1枚必要っていう風になりますんで、先ほどのね楽天カードとかに比べると、ちょっとね、ハードルが上がるわけなんですけども、クイックペイね、利用できるところに関しては基本2%還元。ANA マイルの還元率は1.4%還元っていう風になりますんで、これはめちゃくちゃ強いですよね。 1.4%還元出せる ANA のクレジットカードっていうのは、1.5%還元で ANA プリアプラペチナプレミアムカードあるんですけども、年会期8万8000のクレジットカードっていう風になりますんで、それにはね、ちょっと及ばないんですけども、それぐらい高いね、還元率を誇るっていう風になりますんで、これはね、本当に強いですよね。 ま、その代わり、まあ、クイックペイが利用できるところじゃないとね、この還元率は出すことはできないんですけども、まあ、クイックペイで、ね、かなり利用することができる場所多くなってきましたので、まあ、めちゃくちゃ困るってことはそんなにないと思うんですけども、一応ね、クイックペイ限定っていった形になります。で、それ以外にもですね、クレカツミタともですね、最大0.5%還元で利用することができます。またね、アメリカンエクスプレスコネクトっていうね、まあ、今私ね、このカード持ってるんですけども、ほとんどこれでしかね、利用していないっていう風になるわけなんですけども、 このアメリカンエキスプレスコネクトも。 利用することができます。こちらは、こちらのね、セゾンとアメリカンエキスプレスのね、この、まあ、コラボっていうかね、この二つでね、行われている、まあ、キャンペーンっていう風になるわけなんですけども、今やってるのはね、東方シネマズで30%キャッシュバック利用することができたり、トイザラスで30%キャッシュバックが利用できたりいたします。還元率はね、そんなに高くないんですよね。30%で500円なんで、1560円とか、まあ、そのぐらいのね、金額になると思うんですけども、まあ、こういったのがですね、利用すること ことがででできるるっていう風になるんですよねねくら寿司とか、ね、私あの子供はちっちゃいんでね結構行くんですけどもまあ、こういうのだったりですねデイリー甘崎で30%キャッシュバック500円とかねこういったのがですねアメリカンエキスプレスコネクトっていうね特典で利用することができるっていうふうになるんですよねこのセゾンパールアメリカンエキスプレスカードね非常におススめのポイントっていうふうになりますそれでではは次ににすすね最後に紹介するのは t カードプライムクレジットカードですね。こちらね、私の動画ではね、散々登場しているね、t カードプライムクレジットカードなんですけども、こちらのね、強い特典っていうのは、初年度年会費無料なんですよね。で、初年度年会費無料になにもかかわらず、 還元率が1%還元なんですよね。まあ一応条件付きで、あの利用があれば無料なんで、まあ年1回でも利用すればね、ずっと無料で利用することができるんですけども、還元率1%還元で条件達成で年会費無料でたまるポイントは T ポイントで、一番強い特典はね、日曜日の還元率が1.5%還元で利用することができるっていう風になるんですよね。ですので、日曜日に使えば1.5%なんですよね。ですので、a n a p に 日曜日にね、あの、使う分だけチャージしとけば、いつでも1.5%還元で利用することができてしまうね、クレジットカードっていう風になるんですよね。ですので、ANA マイルの還元率にすると、これね、1.5%で貯まるポイントが T ポイントっていう風になりますんで、1.5%の状態で70%交換することができますので、ANA マイル還元率は1.05%。で、またね、ANAPay でね、決済していただくと、 最大1.55%でね、利用することができるっていう風になるんですよね。ANA ビザプラチナプレミアムカードね、先ほども登場しましたけども、年会費88000円、基本還元率1.5%還元なんですけども、このね、T カードプライム、ANA Pay にね、日曜日にチャージして利用していただければ、ANA マイルの還元率はね、1.55%還元っていう風に、 なるんですよね。ですので、ビザプラチナプレミアムカードよね、こちらのクレジットカードね、最終的なデイリーツは ANA ペインになってしまうんですけども、還元率はね、ビザプラチナプレミアムね、超える還元率がね、出せるね、年会費無料のクレジットカードっていう風になりますんで、これから、 もしね、利用されたいっていう方はね、このカード一番おすすめっていう風になります。で、JAL マイルの還元率もね、一応この t ポイントが貯まるっていう風になりますんで、ルートを組めばね、JAL マイルにも交換することができます。まあ JAL マイルだとね、0.75%還元ということで1、1%下回りますんで、まあ JAL マイルはね、ちょっと微妙なラインなんですけども、NA マイルの還元率はね、非常に高い。またね、国際ブランドもマスターカードっていう風になりますんで、非常に強いですよね。 で、この t カードプライムね、日曜日に ANAPay にチャージすればということで、ちょっとチャージルートもね、紹介していきたいなと思うんですけども t カードプライムクレジットカードから日曜日に ANAPay にチャージしていただきますで、こちらの還元がね、ANAPay でも取れるのね、確認できておりますので1.5%還元が取れてそれを70%で交換しますので1.05%で、ANAPay をね、利用していただくと 0.5%、ANA マイルが貯まるっていう風になりますんで、合計すると1.55%ですね。で、この ANAPay っていうのはですね、そのままね、ID で決済していただいたり、クレジットカードの番号で決済していただいたり、ビザのタッチ決済とかもね、利用することができるわけなんですけども、こちらで利用していただくか、もしくは、 トヨタウォレットで、ね、チャージしていただいて、利用していただくとね、さらに1%還元が取れるっていう風になりますんで、まあこの ANAPay で終わらせるか、トヨタウォレットまで行って利用していただくかはね、まあお好みになるわけなんですけども、まあさらにね、還元率を上げることもできるっていう風になるんですよね。もちろんこの ANAPay からそのままモバイル Suica とかにもチャージすることがね、できるっていう風になりますんで、まあここはお好みにはなるんですけども、モバイル Suica のチャージもね、1.55%取れるっていう風になりますんで、 これはね、本当に強いですよね。 ま、こういった感じでね、利用していただければなと思います。で、ポイントの交換ルートなんですけれども、先ほどからね、言ってる通りですね、この t ポイントからね、始めた場合は、j r キューポをね、交換していただいて、まあ、それをね、永久不滅ポイントに交換していただいて、anmile に交換していただく必要がございますので、t カードプライムの場合は、必要カードはね、2枚必要になります。t カードから j r キュー p j r キュー p からセゾンのね、永久不滅ポイントに交換するのに、jq カードセゾン、 こちらは年会費無料、こっちは無料で、こっちはね、年一回使えばね、無料になるクレジットカードなんですけども、2枚クレジットカードが必要になります。ですけども、還元率はね、かなり高くね、1.55%で利用することができるっていう風になりますんで、 こういったね、ルートを組みます。で、今回の動画にできたね、セゾンパールアメリカンエクスプレスカードに関しては、ANA マイルに交換するようにね、こちらのミズホマイレージクラブ ANA カードが1枚必要になります。そうすると、クイックペイね、1.4%還元で利用することができるっていうふうになります。で、今回の動画だとね、まあ、三井住友カードもね、出てきましたけども、まあ、三井住友カードの場合はね、T ポイントに相互交換できますんで、まあ、同じルート組んでいただくっていうふうに、 なりますかね。まあ、やはりね、いろんな特典をね、私がね、ハワイ好きなこともございまして、まあ、私の動画見ている方もね、ハワイ好きな方多いと思うんですけれども、やはり楽天カード強いですよね。ハワイのラウンジができて、トロリーバスも JCB にすれば利用できて、で、AL マイルもジャルマイルもね、貯めることができるっていう風になりますんでね。楽天カードね、やっぱ強いですよね。ちょっとね、面倒でも、還元率を上げたいよっていう方はですね、ぜひね、この T カードプライムカードね、発行していただければなぁと、 思います。まあ一番おすすめはね、やはり楽天カードが楽ですかね。うん、直でね、交換できますんでね。二番目はどれかなまあどれもね、あのご自身に合ったね、ライフスタイルで利用していただくのがね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけれども、三井住友カードはね、年会費も無料なんでね、タッチ決済だけ利用するだけでもね、こちら、ぜひね、持っといていただきたい一枚だなっていうところですかね。 まあ、公式サイトね、概要欄に載せておきますんで、気になるものございましたらですね、ぜひね、チェックしていただければなと。 思います。はい。ということで、今回ですね、年会費の無料のクレジットカード、もしくは条件付きで、年会費を無料にできるクレジットカードで、ANA マイル還元率がですね、高いクレジットカードをね、まとめて紹介ね、させていただきました。ポイント交換ルートを組むとですね、クレジットカード1枚でね、済まなかったりもいたしますので、まあ、ここはね、本当に人によって変わるんですよね。還元率が下がってでも、あの、面倒くさくない方がいいっていう方もいらっしゃれば、 還元率がね、ちょっと面倒くさくても高い方がいいっていう方ね、いらっしゃると思いますので、まあ、ここはね、お好みで選んでいただいて、ぜひね、参考にしてみていただければなと思います。あ本当にね、2023年も、まあ、あともう少しでね、終わりますね。いやー本当にね、1年早かったですね。今年の頭はね、ニューヨークのマリオットマーキスにいたんですけども、いや、本当にあっという間の1年でしたね。 はい。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひね、チェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ